はい、1月15日の、火曜日ですね。今日の日記になります。ですね、今日はね、お店お休みだったんですけれども、お休み、いつも火曜日お休みなんですけれども、ちょっと用事があったんでお店開けましたよ。まああとはね、まだ正月モードだっていうことで、まだお客さん来るかなと思って開けたんですけどね、やっぱりみんな休みだと思って来なかったね。はい。で、今日何を今やってるかというとですね、 Google Earth、 皆さんご存知だと思うんですけどもね、あの Google Earth を使ってですね、道案内動画を撮れるんじゃないかな、簡単にっていうのを、まあ狭山台の今野さんに教わったっていうちょっと不甲斐なさなんですけれども、はい、これでね、今ね、例えばこのブックアイランドジュニアイルマ店があるわけですよ、ここにね。この銀色の車は僕の車ですよ。はい。で、この近辺ね、周辺観光案内みたいなのしようかななんて思ったんですけど、まあ、別に話すこともないかな。こちらの大型コインランドリー、こちらはね、ついこの間までセブンイレブン、いや、ついこの間じゃないな、数年前までセブンイレブンだったんですよ。すげえ近くにコンビニがあってですね、僕はあの、ご飯買いに行くのとかね、すごく便利だったんですけれども、これがなくなりましてですね、最寄りのコンビニって割と離れちゃったんですよね。これが近くにあるときはね、例えば喘息持ちさんとかがね、パックを持ちすぎてお金がなくなったときにね、ちょっとお金下ろしてきますとか言って、ちょちょちょって言うとすぐお金が下ろせたっていうね、とても危険な状況だったんですけれども、そういうのがなくなってしまいました。はい、この辺がですね、左側がこれお茶屋さんかな。はい、お茶屋さんがあります。あ、ここ右曲がるとですね、みんなのアイドル、星夜聖夜さん。聖夜さんのご自宅のすぐそばである、セブンイレブンまで行ってみよう。よし。これが、あんまり言うと怒られんのかな。まあいいや。ここをまっすぐ行くとですね、はい、聖夜さん家の、あ、止まった止まった。やべやべ、止まった止まっちまった。止まっちゃう止まっちゃう止まっちゃう。まだちょっとね、やり始めたばっかで、ちょっと操作がわからないんですけど、これなんでできないの？これ。なんで固まった？なんで固まってしまったんですか？できなくなりました。はい。できなくなりましたよ。あ、できた。こっちはいけないの？こっちいけないんだ。マジか。じゃあ戻るか。じゃあ、せやさんちはいけなくなりましたけども。はい。で、なんだっけ？まあ、近辺のね、こういう街並みの中にこのブックアイランドはあるんですよっていうことをご案内するだけじゃ面白くないんで、ちょっとこれね、面白いので、なんか時々ちょっとこれでなんか動画しようかなと思ってます。はい。今日早速ね、その、入間市駅から、ブックアイランドジュニア入間店までの道のりっていう動画をもう撮影したので、それはね、近々ちょっと公開しようと思ってるんですけどね。はい。で、こちらのブックアイランドに着くと。はい。ブックアイランドジュニアいるまで、こんなお店なんですね。はい。ここの、隣がね、こちらセカンドストリートっていうところですよ。はい。ここの道をまっすぐ行くと、まあ、小学校があったりするんですけど、そうですね。あとはジョンソンタウンとかね、この道。ジョンソンタウンって聞いたことあるかな？このイルキャンティーとかをからスタートするんですけどね。このジョンソンタウンっていうのは、結構そのアメリカ的な街並み、アメリカ的な街並みのショップとかが集まってて、ちょっとこじゃれた感じのところなんですよね。結構なんかね、観光案内的なもの、入間市の観光案内的なものだと結構出てるんですけどね。まあ喫茶店とかかな、こういうなんか、2階とかないんですよ。全部平屋でね。だからあれですね、家族連れとかでうちの店に来た時は、こういうとこで、お子さんはうちの店で遊んで、ご両親、親御さんたちはこの辺の、何？ジョンソンタウンでお茶でも飲みましょうかみたいなのもあるかもしれないですね。で、なんだっけ？あ、そう、Google Earthの話はもういいや。で、今日はお店やりましたよっていうことね。はい。で、明日もやります。まあでも正月モードおしまいで、もう来週からは火曜日はしっかりお休みいただこうと思ってます。さすがにこんなんずっとやってると死ぬからね。はい。と、まあそういう感じでした。あとは何かあったかな。まあ明日からもまた頑張ります。はい。じゃあお疲れ様でした。失礼します。